ババ小室山遺跡ババ、小室山遺跡は、埼玉県埼玉市緑区ババ、三室、松木にまたがる遺跡。縄文時代中期から、晩期の集落跡である。遺跡の面積は、約15万2千平方メートルであったが、2003年に、競売にかけられ、埼玉市より売却されて、その一部である約4千平方メートルが2005年3月に、埼玉市指定文化財遺跡となった。 2015年3月には埼玉県史跡に指定された。大宮第一城の森土以降を伴う大規模な集落跡で東浦和駅の北東約3キロメートル、見沼から南に入り込む谷に沿った第一城にある。遺跡のうち史跡に指定されている部分は埼玉市立三室中学校の南に隣接している。遺跡のあった場所は里山であり、深い雑木林となっており、 近代に至るまでほぼ手付け数の状態で縄文時代の遺跡として残っていた。1969年から合計32回にわたって学術調査が行われ、1993年には旧浦和市が区画整理事業の中でこの遺跡を史跡公園として残そうと計画し、周辺の土地を買い上げていた。しかし、 バブル経済崩壊後の経済不況の中、区画整理事業も頓挫し、2003年に土地は競売にかけられた。開発業者の間設計がこれを落札し、宅地開発されることとなった。これに対する遺跡の保存運動には5500人の署名が集まった。2004年9月に埼玉市教育委員会による学術調査が終了し、宅地として開発が進んだ。 残された遺跡以降の東側部分は2005年3月、埼玉市指定文化財史跡に指定された。縄文時代前期は、地球温暖化による縄文の改新により、現在の見沼は海で、ババ、小室さんは海岸であった。紀元前4000年前後に海岸沿いに形成された、先住民の集落が遺跡となっている。その後、地球寒冷化により、解体が進み、当地域は、 内陸部となり、縄文時代末期には、集落は消滅したと考えられている。集落は、縄文時代前期に最盛期を迎え、3から6の集落に、合計数百人の人口を抱えていたと考えられている。土板、土偶、特古石、石棒、石鹸、ソーシン具の土製耳飾り、石製垂れ飾り、曲玉、土器、石譜、石賊、スリーシ、 石皿などが発掘されていることから、集落には海藻が存在していたことが狙い得る。集落消滅後、1969年頃まで2600年間で、つかずの雑木林の状態であったため、遺跡が保存されていた。ありがとうございます。